沖縄防衛局などによりますと、アメリカ軍は今日と明日の2日間、うるま市のホワイトビーチと割礼半島沖にある浮丸島の間で海兵隊のヘリコプターに軍用車両2台を吊り下げて輸送する訓練を計画しています。訓練が計画されている海域は漁船などが航行する場所で、県は訓練はアメリカ軍の施設区域内で実施するべきであり、県民に被害を与える恐れがあるとして。 アメリカ軍に対し吊り下げ訓練を実施しないよう求めることを沖縄防衛局に要請しています訓練は午前7時から午後9時までの時間帯に実施するとしていますがこれまでに訓練は確認されていません一方で午後0時半ごろと2時前には普天間基地を離陸した吊り下げをしていない CH-53 ヘリがホワイトビーチの上空を通過し 浮島に着陸するのが確認されました訓練をめぐってはきょう昼過ぎにアメリカ連邦航空局の航空情報、ノータムに掲示されていた訓練の情報が削除されていてアメリカ軍は RBC の取材に対し航空機による輸送訓練の予定はありませんと回答しています。